小島清志郎のコメント読みコーナーということでね、まあ、最近チャンネル登録者数がねすごい増えて、まあ、コメントもすごい増えたわけですよ。まあ一応コメント返しておりますけど、動画でもコメントは返さなければいけないと思うんです。まあ今日はねテンションが高いです。でもほんと一人だけうざいのいます。ジェイソン・ウィル・アマスっていうねヒカルさんのアイコンでのやつがほんとこいつうざいんだよマジで。最初のコメントがちょっと遡るわ。これは結構最初のこいつのために俺は今回コメント返信もね、ブレイグさんっていうのがイグスキーっていうね、まあ、コメントいっぱいしてるんでね、すごい量のね、この人めっちゃコメント、黒歴史確定って最初来てね、半物質を作ってみた、ヒカルハンからコメント来たと思ったって言って、ピガルの弟子、架空情報、商材販売詐欺師です。俺の商材買いませんか？優しめって。気持ち悪くない？こいつ。俺ヒカル信者だけどさ、ほんとガチでこいつ気持ち悪いと思う。なんでかって、なんでまたさ、ヒカルの情報商材ネタやってくんの？キモいんだよ、お前よ。マジで。面白くねえから。っていうね。死ねって言われる方が嬉しいの。こういうのでね、俺ムカついたんでね、プロト教に入りませんかっていう動画出してやがった。そしたら、学校でバレたらいじめられそうって言って、学校行ってないよって言って。不登校？最低。そこまで言うなら入信してる。その代わり俺の商材を買え。どうだ？は？こいつマジうぜえわ、本当に。なんでそんな商材ネタやんの？キモいな、マジで。入信しろよ。で言ってね、俺が返したのね。で、こいつふざけんなよって。不登校最低って言うんで、うーわ、マジこいつもうほんとクソだ。マジで。ほんと死ね。って思ったけど、やっぱり人に死ねって言っちゃダメだと思うんだよね。ほんとにさ、俺っていうのはあんま YouTube で動画投稿しててみんなを笑顔にさせるためにやってんだよ。こういうコメントのね、してくれる人も笑顔にしなきゃダメだと思うんで、じゃあその最善のことコメント返します。ちょっと OBS 開いちゃった。めんどくさ。ガチでめんどくせ。うち来る？うち来る？行く行く？って返しとくわ。適当に、もうこいつをおもちゃにしてやろう、マジで。不登校最低、そこまで言うなら。ならば戦争だって返しとこう。ならば戦争だって。よろしいならば戦争だって返しとこう。面白いでしょ。よろしいならば戦争だって。山田君。山田君、座布団10枚あげて、座布団10枚あげて、座布団100枚あげて、まあいい、あげてって、これめっちゃ褒めてあげよう。あなたのコメント面白すぎます。腹が裂けました。コメント面白すぎます。腹がちぎれましたって。れました。まあ、これからね、コメント欲しい人はアンチコメントしないでください。ちょっとね、もうほんとこういうやつうざいんで何個もコメントしてやる。こいつの通知バンバン鳴らしてやるよ。そこまで言うなら入信してやるわ。入信イコール、うしんイコール、ツイッターフォロー。フォロー。ツイッターフィョローって書いちゃった。まあいいや。もう、始ま用語で。ほんとこの人な。ほんとやめてほしいわ、マジで。こういうなんかつまんないんだよね、情報商材ネタ。それはヒカルさんにやるよって、なんで俺に言ってくんだろうね。めっちゃこいつ粘着しよう。もう頭きてから。商材のタイトルをどうぞ。
まあ、こういう人って多分ね、学校ですごいね、相手にされてない、いじめられたりね、その劣等生だと思うから、ここで俺がこの子幸せにしてみせる、絶対。詳細のタイトルをどうぞどうぞ。3219。マジで俺アンチに対して優しくする人になってほしい。アンチって絶対友達いないじゃん、俺みたいに。俺みたいに友達、俺お友達いないけど心は広いからアンチはしないんだけどね。逆に心狭すぎるからアンチないんですよ。なんであんなやつにアンチしなきゃいけねえんだよって言ってね、もう本当にこの子すごく構ってあげます。その代わり俺の商材を変えて、商材より総菜かな、より総菜かな。ちょっと狂気の YouTuber になりたいんですよ。一つのコメントに対して300個くらいレスポンスを返しても相手の気が狂わせるほどコメントしたいと思います。不登校最低、そこまで言うなら入信してやるわ。その代わりに俺の商材を変え、どうだ、ダメよ、ダメダメって返していこう。もうほんとね。じゃあローマ字で返そう。ダメよ、ダメ、ダメ。ちょっとローマ字で返しておこう。ほんと俺アンチ大好きなんだよな、マジで、うん、この人俺のファンにしたいからいっぱいコメントして、手厚い。こんなコメントする人いないよ。どれくらいコメントしてる人も、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個もアンチにコメントしてるからね。俺はアンチを幸せにする系 YouTuber。 アンチの人が構ってほしいから構ってあげる。で、本当にやめてください、もう僕に構わないでくださいってくらいに構すか、もしくはファンにするか。構ってほしいなら構ってあげます、僕は。だって僕暇だもん。24時間のうち12時間暇ですよ。あ、12時間寝てます。はい、単純。まあ普通、正直言うと俺ね、24時間のうちにね、14時間くらい暇ですよ。うん。ちょっと、学校でバレたらいじめられそうって言われたんです。いじめられてんだよ、俺。いじめられて学校行ってねえんだよ。不登校万歳って返しとこう。食いしん坊万歳じゃ。じゃあちょっと、不登校、こう、あ、ちょっと待って、これはローマ字じゃダメだ。ふとうこう、万歳。いや、食いしんぼう、万歳みたいに言うな。っていうね、もう一人ツッコミしちゃうっていう。もう狂気の YouTuber に俺はなりたいから、学校でもう、まあ、これくらい、これくらいにしとくわ。ということでね、僕はちょっと他の YouTuber と違って、そのアンチ。で、それでコメント欲しいからアンチするのやめて。あと、暇な時は俺生放送やってるんで、まあ、その時にね、アンチコメントしてください。うん、俺喋った方がいいんで。最近ね、みんな言うフレーズ、ちょっと。で、あとね、いろいろコメントします。家広そう、エルザさんね、裏山って。裏山って、裏山ってなんだろうって、裏山しいってことをね、裏山っていうね、もう怪文章みたいな感じでやる。ありがとうございます。裏山しいって思われたことないんでね、僕。可愛いって言われてる。ありがとうございます。ほんとね、なんかスルーシーに似てる。スルーシーってなんだよ。ちょっと待って、俺米星から、はい、ありがとうございます。いらっしゃっせ、米星さんから来ました。しゃっせ、結構すぎ、あざまーす、あんざまーす、面白い、あざまーす、剣立て。あ、これは俺のコメントだった。米星さんから、はじまさんの話し方、考え方はものすごくツボです。何か自分とすごく似てると勝手に思いました。このトレクラーの動画が、ちょっと待って、トレクラーの3分の動画、どんな俺考え方なんだろう。で、ブレイグさんがね、行き過ぎっていうコメントをね、やりすぎなんですけど、面白い。赤エネル集会って動画、低評価2個ついてんだけど。で、行き過ぎってコメント全部読むのもいいんで、タルゾ様の真似似てますね。真似してないですけどね。酔っ払ってるんですか？酔っ払ってません。未成年だ。面白すぎだろ。ありがとうございます。米星から、いらっしゃっせー、グッとしてきました。しゃっせー、お気に入りしておきました。ドッピオバスター、サイコ野郎、ドッピオくん。
ゴミ。このアンチはあんまね。ベアグリさんが前まで、まあ、最近の僕のファンなんですよね。信者です。ファッ、ちょっと待て。このね、ベアグリスさんはもう予測してたんですよ。このちょっと待ってって動画紹介されることに予測してくれたこの人、本当ありがたい。間に合いませんでした。まず大丈夫ですよ。あの女、マッコロクロスケですねって。で、あ、これはその、キャベツ、貫突っていう動画、俺寝てたんで、これ。真っ黒なんですよね。はい、真っ黒です。なぜ伸びないんだろう。面白すぎるから。ごめんなさい。あ、もう大丈夫ですよっていうね。キャー、通知オンにしても、かかわらずまた見つかるとしょうがない、しょうがない。またライブ配信お待ちしてます。本当ありがとうございます。海見に行く方でも勉強忙しで忙しくて。ごめんね。うん。頑張って勉強。ベアグリスさん勉強頑張って。大好きウズベキスタン。陰キャですか？ピエロだよって。だよって。半物質内についてってなんだろうな。まあこんな感じかな。はい、ということで10分の動画です。僕は意外にそのなんだろうな、まあまあいいや、まあいいや、ということでね、はい、コメント返信の動画でした。まあね、俺アンチっぽい人ね、まあ大歓迎です。アンチ大歓迎、コメントしてくれるなら嬉しいですけど、その代わりアンチした場合で3000倍くらいで返すんで、はい、3000コメくらい返すんで、あなたの気が狂うまでコメントし続けるんでね。はい、アンチしたならそういうね、逆に手厚くしちゃって、相手が俺何やってんだろう、こんな優しい人に、なんで俺こんなひどいコメントしてるんだろうって言って思って、その人に良心を芽生えさせる活動をしておりますので、ね、もう本当に暇があったら生放送してますかね。うん、まあね、ということで次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイバイ。あー、終わった。まあいいか。ということでね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。